ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。これより大会に出場する全18チームの選手監督によるプレゼンテーションを行います。それではこのプレゼンテーションに先立ちまして、佐藤栄一宇都宮市長よりご挨拶いただきたいと思います。佐藤市長、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ご紹介いただきました佐藤栄一でございます。盛大なるご声援ありがとうございます。いよいよジャパンカップがスタートいたします。今日は少し肌寒い中でありますけども、こうしてグランドオープニングを迎えることができました。宇都宮以外の方いらっしゃいますか？いやー、ありがとうございます。宇都宮市政始まって以来です。これだけも多くの方に来ていただき、本当に感謝感激であります。3日間ぜひ楽しんでいただきたいと思います。昨年はクリテリウムに約3万8000人、そしてジャパンカップに7万8000人、約11万6000人の方が宇都宮にお越しをいただきました。今年はさらにそれを上回るだろうと言われております。そしてチームも UCI チーム初めて7チーム参加することになりました。今までのジャパンカップ史上初めて最大のチーム参加数であります。そして弱虫ペダルとのコラボも実現することができました。あとは皆さんがどれだけ騒いでいただけるか、そこにかかっています。今日は楽しい一夜を送っていただきたいと思います。アジアナンバーワンの大会であります。餃子は2位になってしまいましたけども、ぜひこのアジア最高位のジャパンカップを皆さんと共に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。いただきました。さあ、それではまずはこのご挨拶で会場を温めていただきましたが、ここからは大会のオブザーバーを務める今中大輔さんにもご登場いただきまして、一緒にチームプレゼンテーションを進めていきたいと思います。今中さん、よろしくお願いします。よろしく。あ、マイクがないですね。今中さんにマイクをお願いします。こんなこともありますね、生ですからね。はい、マイクがやってまいりました。はい、お待たせしました。すいません、はい、もうちょっとハプニングがね、やっぱりしますが、ありましたけれども、まあ、これもね、はい、やっぱりこういう風にね、皆さんと共に、そうですね、盛り上げていくためのイベントですからね、時々こういうことありますから、こういうこともありますが、あの、ぜひ笑って皆さん許していただければと思います。さあ、今年もやってきましたね、このプレゼンテーション。本当にね、なんかここ緊張感もあるんですよね。やっぱりあの世界の偉大な選手たちに来る、ね、あの同世代だったらまだなんとかなるんですけど、はい、ちょっと世代が変わってきてるんで、あの僕も学習しつつ、あの皆さんを迎えるような感じですが、はい、そうですね、そういう意味では皆さんと一緒、はい、まあ、このあと全チームの選手監督さんが登場されます。ぜひ皆様のウェルカムの気持ちで一緒に盛り上げていただければと思います。さあ、それではお時間も限られておりますので、早速進行していきましょうか。スバルプレゼンツ2013ジャパンカップサイクルロードレースに出場するチームの皆さんをお迎えしていきましょう。